半分の月が昇る空、半分の月が昇る空、半分の月が昇る空は、電撃文庫から刊行された、橋本つむぐのライトノベル、全8巻。また、それを原作とする漫画、アニメテレビドラマ、実写映画作品である。ライトノベルとしては、唯一、漫画、ドラマシーリアニメ、実写ドラマ、実写映画の合分野で作品化されている。原作ライトノベルは、 完全版半分の月が昇る空としてのリメイク観光がされている。富士の病に侵された少女と同じ病院に入院した少年との出会いを通して、いつかは終わりの来る日常を描く恋愛小説である。作者の入院生活から生まれた作品で、作者の生まれ育った三重県伊勢市を物体としているが、実際の伊勢とは多少異なり、 作者の思い出に残されている伊勢で、物語は進んでゆく。とはいえ、繁華街の衰退など、伊勢の実情を反映した描写になっており、登場人物の行動にも深く関わっている。ただし、現実と時系列が前後している記述もある。地名なども実際の伊勢とは一部変えられている。本作中には、様々な文学小説が登場する。主なものは短編デモが出てくる。 後書きにて作者が語るように空想、SF などの作品が多い電撃文庫作品の中で、このような穏やかな日常を描く作品は珍しく、特に一巻が刊行された2003年前後はその風潮が強かった。その日常の中で人の死、命を扱った作品のため、ライトノベルの中ではかなりの移植作に分類される。刊行に際しては売れなければ、 それで終わりだよと言われるなど、周囲の反対が非常にく、橋本本人は、その反対を押しのけて観光したと語っている。多くの小説に何らかの形で、猫が登場する。富士の病で近々に死ぬ女性との恋愛物語、という点で、愛と死を見つめてや、世界の中心で、愛を叫ぶなどと対比されることもあるが、本作品では死そのものは描かれておらず、むしろ、 不特定の近未来に訪れる島でを前向きに生きる姿を描く物語となっている。画集、半月、半月マイナス収録の書き下ろし短編小説、果敢に本作品の主人公とヒロインの二人と思われる人物が登場する。小説の作者の出身地が舞台のため、伊勢の街並みがほぼ忠実に再現されており、いわゆる聖地巡礼も、 盛んに行われている。中でも、理科と友一が関わる特別な場所として作中に出て、来る、放題山、生命省、竜頭山のモデルとなった、小美山では、長年不法陶器に悩まされていた、付近住民が組織した、特定非営利活動法人ジリリタと巡礼に、訪れたファンが出会い、一緒に協力して、清掃活動を行っている。なお、この里山再生活動は、 作者の後の作品、あやのちゃんのお告げの題材の一つとして取り入れられている。雄一と理科が入院しているのは、私立若葉病院であるが、これは、外見は、伊勢から少し離れた場所の、設定は、市内外の複数の病院を反映したものである。かつて個人の病院で、第一管観光の直前まで存在した、慶応義塾伊勢慶応病院、現、伊勢慶応病院。 伊勢市に隣接する、み園の村にあった、山田赤十字病院、現、伊勢赤十字病院、そして私立である、私立伊勢総合病院の要素がそれぞれ含まれている。肝炎を患って入院した、エビス崎祐一は、退屈な入院生活に耐えかねて、夜な夜な病院を抜け出しては、看護師の谷崎明子に怒られる日々を送っていた。そんなある日、祐一は抜け出しの目人と引き換えに、 同じ病院に入院していた、秋は理カの話し相手になる取引を秋子と結ぶ。二人の距離は少しずつ近づいてゆき、理カはほとんど誰にも見せなかった笑顔を雄一に見せるようになる。ある日、理カは自分が心臓の病気を患っており、もうすぐ死ぬ運命にあることを雄一に告げる。雄一は戸惑いながらも、自分が理カを意識し始めていることに気づく。 リカと二人で病院を脱走して訪れた、リカの思い出の地、放台山で、雄一は知る。リカは、もはや生きる希望を失っていることを。そして、リカもまた、知ることになる。雄一の思いを。その思いを知ったとき、リカは再び生きる希望を取り戻し始める。病院や高校、伊勢の町を舞台に、リカ、秋子、主治医の夏目といった、 彼を取り巻く人々との関わりを含め物語は進んでゆく。月刊電撃コミック画を。上で半分の月が昇る空ザスカイズ・オブ・ザ・ライジング・ハーフ、ムーンとしてコミック化された。作画は B だろう。キャラクターデザインは山本啓治。作者の体調不良により2007年3月号より長期救済していたが2008年4月号でコミック画を。 が休館することになり、連載中止が紙面にて発表され、1年以上の救済期間を挟んでの連載中止となった。2006年1月12日から2月23日まで、ワウワウにてノンスクランブル放送された。全6話、2007年1月5日から2月9日まで、東京 MX にて放送されたほか、2007年10月8日から10月29日まで、 tvk で、傑作戦として1から4話を放送した。秋張りカヤックの高橋美香子をパーソナリティに、インターネットラジオ、高橋美香子のムーンリッドキャフとして、アニメ公式サイト内で、2006年3月3日から4月7日まで、毎週金曜日正午に、全6回が配信出た。なお、番組は2008年6月現在も、視聴可能。 テレビ東京にて2006年10月2日から月曜26時 -26、32放送全13話。系列外の西日本放送でも2007年8月22日、群馬テレビでも2007年8月30日から放送されている。電撃文庫としては初のテレビドラマ。テレビドラマ版では原作の舞台である三重県伊勢市ではなく、 栃木県佐野市で撮影が行われている。2010年4月3日、全国公開。監督、深川坂井洋、主演、池松総領により、実写映画化。原作の雰囲気を継承しつつも、人物構成や、セリフ等の変更が進められ、映画版の本作脚本に基づき制作された。そのため、登場人物の相関関係や、 後半のストーリーが原作とは大きく異なる。また、演出の都合上登場人物名は、フルネームでの紹介はされていない。伊勢市でロケを行ったが、路線バスの乗降が東京に合わせて、前乗り後ろ振り、伊勢市で運行する三重交通では、後乗り前折り後払いになっているなど、原作とは別の理由で、実際の伊勢市内とは変わっている部分もある。 2010年3月27日、当時伊勢市内唯一の映画館であった伊勢進ムフザでは、全国に先駆けて公開され、劇場の最高動員数に達し、それまでの同劇場の記録保持作品だった広島長崎のろを塗り替えた。本作は、サウンドトラックが発売されていないため、使用された楽曲には音源化されていないものが多い。 音源化されているものでも、シネマダイアリー収録の二人のお守りなど、作中では、ピアノバイオリンが使用されていたものが、ピアノソロになるなどアレンジされている。15の言葉、安倍真央。撮影期間2009年5月4日から6月1日。三重県伊勢市を中心に計7市町内で撮影が行われた。以上は2010年3月28日付。 中日新聞長官3期17ページを及び伊勢島、フィルムコミッション発行の半分の月が昇る空ロケ地マップによる、原稿を精査し、文章の大幅な書き直し、構成の見直し、セリフの伊勢弁への修正など、大幅な開講がなされたリメイク版。差し絵はすべて削除されており、口絵に唯一と理科のイラストが描かれているのとなっている。完全版で、 リメイクされたのは、電撃文庫版第5巻までで、第2部にあたる6巻及び、短編集である7巻8巻は、リメイクされていない。電撃の単行本より、半分の月が昇る空、上、半分の月が昇る空、下がそれぞれ単行本として刊行された。2013年7月から9月までの3ヶ月間、文春文庫にて完全版上下巻を4冊に、再編集。 各館に分冊子文庫か、細文庫か。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。